もっと輝きたいあなたのためにっていうのがスローガンなんです、うん、お母さんが心から幸せになれば子供も幸せになれる、自分が幸せと感じることをしないと子供に優しくなれないっていうか、子供は幸せになれない。手伝いに来る人、ね、まあ、協力会員さん、ここのうちのスタッフもね、やっぱり自分もいろいろつらかったことがあると思うんですわ。その子育てするとか、女性としてとか、この丹波で生きるとか、だからその自分が乗り越えたつらかった分、次の世代のお母さんやら若い人にその力になってあげたいと思ってる人が来てる。起業って言うてもその自己実現なんです。自分を表現するいうことと自分の居場所を作るいうことね。こういうアクセサリーで独立してる子もおるしね、グラフィックデザイナーやね、うん、そういうので、もうだんだんみんな上手になって、うん、良いのを作るようになってる。みんなね、こう誰かの役に立ちたいと思ってるから、それをうまいことつなげられたら気持ちのこもった温かいもんになりますわね。成功の反対はやらなかったこと。とにかく若いうちから何か始めなさいって言うてるんですよ。今別にもうすごいボーンとこう成功しなくてもいいから、ちょっとずつちょっとずつ始めて積み重ねていって、でいつかボーンと花咲く時があるから